現在の選挙で、現在の政治家になるためには、多くの人から支持されて票を集めないといけないと思うんですけど、国会議員とかっていうのは、その他の地方公務員とかと同じように、学力試験とかで、登用して、学力試験とかで合格した人とかを、集めて、その中でさらに、人事課とかで、面接して、誰を登用する、登用する人を決めた方が、なんか全員に対して平等になるような気がするんですけど、選挙ではなく、学力試験と面接っていう形で登用した方が平等になると思うんですけど、山本さんはどのようにお考えですか？ありがとうございます。政治家になるための資格として最低限のテストを設けるべきだというご意見ですね。その中で面接、それだけじゃなくて、何かしら試験を設けるべきだってことなんですけど、学力試験ということになってくると、これはやっぱりそこをクリアできてくるっていうのは、十分な教育を受けているというような、例えば、なんだろうな、その人の背景がないとダメなわけですね。じゃあ、ある意味で学力みたいなもの、ある意味でそういう教育というものを十分に受けてこなかったけれども、人生経験が豊富でとか、ある分野に関しては非常に詳しいとかっていう人たちは、おそらくこれ切り捨てられていきますね。ってなっていくと、政治の世界に参入してこれる人は、学力的エリートみたいな人たちが中心になっていってしまうと。そうなってくると、何かちょっと違う方向行くのかなっていうふうに思いますね。で、一番大変な試験を受けて議員になるわけです。それが何かしたら選挙なんですよね。だから、この人に票を入れるのか入れないのか、この人を支持するのかしないのかということの、ある意味でのテスト、その判断、ある意味での面接官的役割を有権者は担わなきゃいけないということだと思うんです。だから、私は基本的学力を測ってっていう部分、そこに何か必要性を感じるかというと、あんまり感じないですね。なんだろう、学力っていうところに縛られたものだけが、政治家になる何かしら、なんだろうな、必要な要件とは思わないのでっていうことなんです。まあ、漢字の読み違いみたいなことで結構恥をかく人もいらっしゃいますよね。でも、まあ、それは誰にでもあり得ることかなっていうふうに思ってます。例えばそういうことで言うと、私なんて自分の書いたシナリオ、自分が作った質疑、質問ですね、国会の質問。で、自分が漢字に変換したものでさえも、手持ち原稿にするときには自分でルビ振ってます。っていうのは、やっぱり本番ってなると全然普段と違うんですよ。普段事務所で何かしら、質疑原稿を作ってる時の自分のテンションと、人前に出て何かしら喋ったりとか、対面で総理を詰める時とかに、やっぱり普通の精神状況とはちょっと変わるわけですね。それをなるべく平常心で平常心でっていうコントロールしようとは思ってるんですけど、普段読めるものでも読めなくなってしまうような魔力がおそらくそういうものにはかかってくるんだろうと思うと、普段読めるものでも読めなかったりっていうね。例えばですけれども、野党側が裏金問題を追及するときとか、何かしら、国会の中で言うときに、裏金ってものを裏金って呼んじゃったりとか、裏金ってなんやねんって、その場は笑いになりますけど、その人が普通のときだったらちゃんと裏金って読めると思うんですよ。でも、シチュエーションが普段と全く違うから、裏金を裏金って呼んじゃったりとかってこともあり得ると思うので、まあ、ごめんなさい、ちょっと話があちこち行ったように思いますけれども、政治家における、要件、政資格になるために、その人の資質を測る要件として、一定の学力というものが担保されなきゃいけないということになるんだったら、ある意味でこの学歴の格差だったりとかっていう部分を乗り越えて、政治の世界に打って出るってことが難しくなってしまうっていうところに、ちょっと私は懸念してます。そんなところです。ありがとうございます。はい、お願いします。私ですね、子供が2人いて、上の子、共に2人とも私立に、上が大学、下が高校に行ってます。で、県とかからの、そういった、なんだろうな、補助金というか、ちょっと収入の関係で全然もらえてなくて、全部自分で払わないといけないんで、2人でだいたい年間300万ぐらいちょっとかかってるんですね。で、とても払いきれない部分があって、結局上の子だったら奨学金、ローン組ませて、本人名義で組ませてっていうのをちょっとやってて、すごいもう切ないんです、親として。で、なんか奨学金チャラとかっていう話も聞いたことありますけど、正直もう今すぐ何とか助けてくださいっていうのが、本音で、何とかしてほしいですけど、もし今すぐがダメなら、じゃあいついつまでにその奨学金なりチャラなりのやりますよっていう、ちょっと約束をしていただけると非常に嬉しいです。いかがですか？
ありがとうございます。まあ、子供にお金がかかるというのは当然のことで、その中でもやっぱりその教育っていう部分に関しては大きな負担があると。私たち令和新選組が、言っているのは、その教育費っていう部分を無償化にするべきだということですね。だって少子化なんでしょ？少子化だって言ってる割には、なんだろうな、子供を産んでそこから育てるってことを考えたときにかなりコストがかかるっていう部分、教育っていうところにコストをかけないような形にできるっていうことは、おそらく、じゃあ家族作ろうかとか、二人目を作るかっていうところにも大きく影響してくる部分だと思うんです。だから基本的にはこれは教育無償化、あと5兆円払えば大学院まで無償化できるということですから、そういうような政策を訴えてます。ちなみにそういったようなことがいつ叶うのかっていうことですよね。で、これがいつになりますっていうことを言えるのは占い師だけです。はい、占い師だけです。というのは社会的情勢にやっぱりこれ左右されるわけです。で、教育を無償化する必要がないだろうというような考え方の政治家が多くいる、もしくはそういうような政治家たちが所属している、政党が力を持つっていうことであるならば、これはいつまで経ってもそうはなりません。だから少なくとも今よりも学費を減らすべきだろうであったり、無償化するべきだろうと言われているところが力を持っていく必要があるってことなんですね。学費の無償化って野党で言ってるとこってどこあるんですかね。きり明言してるとこはないんじゃないですかね。だから強く打ち出してるとこないと思う、ね、なるほど。だとするならば令和が政権取る以外方法がないんですよ。全くゼロにするんだったら。で、奨学金チャラにするって言ってる政党ってあるんですかね。ああ、なんか政党の名前でありましたね。何やったっけ？政党というか、教育無償化を実現する会みたいな。まあでもよくわかりません。何言ってんのか。まあ、その政党名を見れば何言ってるかわかるんですけど。まあ、そういうふうに考えるとかなり先の長い話になっちゃうなっていうことだと思うんですね。だから、第一段階としては、やはりこの教育費に対してお金がかかりすぎるよねってことを真剣に考えている政党たちにやっぱり力を与えていくしかないと。で、それをいつまでにできるんだって言われても逆にこっちが聞きたい。いつ私たちに権力くれるんだっていう話なんです。権力があればすぐそれはできるってことなんですね。野党の間でできるかってやっぱり無理なんですよ。これ与党にならなきゃ無理なんです。政治的のほとんどの方向性を決められるのが与党なんですよ。で、今の与党はどうかって言ったらそんなこと考えないって人たちですね。逆に言えば自分たちに身入りの多くなることはやるけど、無償化して自分たちに、得になることはないと考えている人たちです。そう考えるんだったら、やっぱり権力の異常ってものを指していかなきゃいけない。野党側の、なんだろうな。野党側の、まあ、野党側に力を持たせるような活動をしていくしかないんですね。だから、できれば、そういう自分の周辺、同じような環境にある方々とも、そういうようなお話をしていきながら広げていく。自分の一票でお連れ合いの一票、その二票で終わるということではなくて、その他のところにまで広がっていくっていうようなことを、やっぱりそれぞれが気になるテーマにおいて、広がっていくっていう作業をしていくっていうことがないとなかなか前に進まないだろうと。あんたんとこに入れたよ、いつやるんだということに関しては、少なくとも私たちの数が増えない限りは、それを実行するってことがなかなか難しい。パワーゲームだからってことです。それを考えたとしたら、やっぱりこれを拡大していくしかないんだろうと。いつまでにやりたいですかって聞かれたら、もうすぐにでもやりたい、明日からでもやりたい、そういう思いです。でもそれが確実に進むっていうのは、政治的権力を手に入れるまではなかなか一歩踏み出すってことは難しいんだろうと。全部チャラだっていうとこからスタートできないのであるならば、少なくとも減額っていうとこからスタートしたりとか、奨学金だったら利息というものに関して国が肩代わりするとか、そういうようなとこからスタートしていく。私たちが丸っぽ力があるんだったら一気にやるっていう考えですけど、そうならない間はそういう形を作っていくっていうことに力を尽くす必要があるんだろうっていう考え方です。すいませんね、いつやるんだ、3年後でございますって根拠なく言いたいんですけどね、本当は3年後にみたいなこと言えたらすっきりするんですけどね、お互いに。でもなかなかそういう嘘はつけないなっていうところで、今みたいなちょっとまどろっこしい説明になってしまったことをお詫び申し上げます。さあ他に